報道するラジオ、今日最初の特集テーマはこれです。日本国憲法9条がノーベル平和賞候補に、共同代表生出演と題してお送りいたします。お電話がつながっております。憲法9条にノーベル平和賞をということで実行委員会を立ち上げていらっしゃいました、その会の共同代表でいらっしゃいます竹内康代さんです。竹内さん、こんばんは。こんばんは。どうも、はじめまして、水野と申します。はい、あ、平野と申します。今日はよろしくお願いします。今日のノーベル平和賞の発表が日本時間の午後6時でしたよね。はいはい、私も大変楽しみにしてその時間を待っておりましたけども、はい、竹内さんたちは、はい、どのような気持ちで、はい、その6時を受け止めましたですか？はい、せっかくみんなで実行委員全部で頑張ってきたものですから、はい、今日の発表は一人で自分の家で見るのではなく、うん、実行委員みんなで喜びも悲しみも一緒にということで、相模大野にある、はい、会場でみんなで見ました。相模大野って、すいません、はい、どのあたりにある、どんなとこなんでしょうか？はい、神奈川県、相模原市にある小田急線の相模大野という駅の、駅ビルではないんですけど、すぐその隣にある大野っていうところの、はあ、市の、会館なんですけど、新しいお部屋で、大きなお部屋を借りて、記者会見をする予定で、最初の予定は6時から見て泣いたり喜んだりする顔をちょっと撮られるの嫌だなと思ったので記者会見は6時半からの予定だったんですけど、6時から6時半まではちょっと自分たちのプライベートな顔になってしまうから、はい、もうちょっとそれはもうやめといてんかと落ち着いて半から記者会見って言ってはったんですね。はい、はい、ところがやっぱりどう考えても、うん、メディアの人はね、うん、落選してがっかりしたとか喜んだとかってその顔を撮りたいだろうから、いやもう6時ちょうどの顔撮りたいですよそりゃ。はい、はい、それなので、まあじゃあ6時から記者会見ということを皆さんにお伝えして集まっていただいて、私ども部屋にも5時50分ですかね、そのぐらいから入るっていうような企画にか考え直しまして、大勢の方に集まっていただきました。あ、じゃあもうテレビカメラとかいろんな方たちマスコミいっぱい来てたんですか？はい、はい、でもうその45社ぐらい来ていただいて、45社カメラもすごく入っていただいて、で、あとだから10分っていうのをカウントダウンを映像で出ますよね、はい、それをみんなで見て、そこの無言の行の中にカメラのバシバシバシっていう音だけが聞こえるような感じで、じゃ相当皆さんも緊張して6時を迎えたんだ。はい、そうなんです。だから誰一人としてその時点では、まあ、取れる取れないはわからないという。はい、もちろん。はい。はあ、で、もしですよ、受賞が決まったら、はい、どんなコメントを言おうかっていうのね。はい、やっぱ、いろいろ考えるもんじゃないですか。はい。どんなコメントを言うはずだったんですか？とりあえず、うん、共同代表の中の一人の、石垣さんっていう人は、はい、皆さんお集まりいただいた方、たちに、もしも落ちたらとか、もしももらえたらっていうような形を、はい、もう原稿に起こしてとりあえずそれを言おうと原稿作ってたんだ。真っ白になっちゃったら困るし、そうですよね、はい、それで、まあ、その内容もとりあえず自分はこういう内容にしようと思うっていうのも、はい、実行委員会にかけて、こういうふうにしようとかああいうふうにしようっていうのは、まあ、みんなの総意でそれがいいんじゃないのとかいう形で発表しましたけれども、もうでもなんかね、頭で考えてるとこんなことは言えるだろうとか紙見りゃ言えるだろうって思うんですけど、うん、なかなかやっぱりいざっていう時になると結構緊張なさってて、うまく言えたかなみたいな感じでしたけど。そうですか。いや、はい、この番組はリスナーの方といろいろやり取りしながら一緒に作っていく番組なんですけど、はい、ラジオネームゴールデンタイムさんという方がね、はい、早速質問を竹内さんにくださっておりまして、はい、まずどういう経緯で誰に推薦してもらって表彰の候補になったんですか、はい、教えてくださいよ。はい、どういう経緯だったんですか？神奈川県の座間市
の、 あの若いお母さんが今37歳のお母さんが、はい、あの自分はお子さんがまだ小学生とまだ幼稚園にも行ってないお子さんがいて、うん、あの平和っていうのに、はい、例えばデモに行けないし、うん、集会にはお子さん連れで行けないし、はあ、で自分でそれでも何かこの子の可愛いこの子たちのために何かやりたい、どうしたらいいだろうっていう時に、うん、はっと憲法9条にノーベル賞をもらったら、うん、憲法9条が守られて戦争に行かなくてもいいんじゃないかっていう発想をしたんですね。いやでもそこがすごい発想として、うん、すごいですよね。まあ、確かに憲法9条もノーベル平和賞も私たちによくよく知ってるものではありながらね、はいはい、この2つ結びつきませんよ普通。そうですよね。あの、実は高須よりも前に、うん、あの要素の外国の先生たちもそういうあの発想をなさった人がいたんですけど、あの全然知らなくて、それのことは知らなくて、うん、たまたま偶然に前にもあったんですけど、その人たちのはそのお一人だけの運動で終わってしまったんですね。一人だけでね、はい、はい、発案だけで終わってしまったんです、はい、で私どものはもう本当にただの主婦というかね、はい、あのそういう若いお母さんが考えたんですけど、うん、あの最初にちょっとネットでこうノーベル賞にも問い合わせをしたり、うん、それからこういうのにしようかと思うんだけどって言った時に、ちょっとネットでこういじめって言うと悪口みたいなね、うん、そういうちょっとブーイングされたみたいなんです、うん、でそれでちょっと怖くなって、うん、あ、ちょっとまあもうこんなこちょっと怖い思いするの嫌だから、うん、これでやめようかなって。でもあの署名をその時にももう千いくつの署名があのネットの中で集まってきたもんですから、それはノーベル賞の方に、うん、ノーベル委員会の方に送ったら、うん、もうでも諦めてたんですね彼女は、その時点では、はい、そしたらノーベル委員会の方からあのすぐその時点で、いや実は憲法9条にはノーベル賞あげられないんだよ、うん、あの人個人人間に人格がないものにはあげられない、なるほど、だから個人かもしくは団体にしかあげられないんだよ、うん、それからあの推薦をしてくれる人がいないとダメなんだよって言って推薦資格を教えてくれたんです、でも彼女はあのとりあえずちょっとこう一人でやったんでは怖くてまた辞めちゃうかもしれないからっていうことで、はい、その話を聞きつけた座間市相模ヶ丘球場の会と、うん、その近隣のあの相模台南台球場の会とか東林球場の会の人たちに、あの同時にお話聞いてもらおうよって言って、そこであの高須さんの話をみんなが聞いて、あ、その37歳のお母さんっていう方が高須さんっておっしゃるんですね。で、はい、一人だったらもう続けていくのどうかなと思って、はい、みんなに声かけたんですね、はい、憲法9条を大切にしようと思ってらっしゃる方々に、はい、はい、それで どないだったんですか。ぜひ運動しましょう。やっぱり皆さん初めて聞いた時もこう目から鱗っていうか ね、まあ、すごいですよね。すごい発想ですね、はい、で日本人ノーベル賞好きですからこうやっぱりノーベル賞っていうのを口に出すと反応が違うんですよね。え、どういうこと、その憲法9条ということだけで活動してる時と、はい、まあ、実際署名活動なさったわけですけどね、はい、そういう署名活動などなさってる時と、はい、ノーベル賞という言葉を一緒にして喋るのとは相手の受け取り方どう違うんですか。もう全然違いましたね。全然違う、うん、はい、やっぱりあの日本には、はい、あの9年前から救助の会っていうのができて、ああ、それから7500ほど救助の会があるそうなんです。代表合わせて、はい、様々に。でも、うん、救助の会に入りませんかとか、うん、救助の会どう思いますかって聞いても、うん、あの知らない方は知らなくて、うん、反応があんまりなくて、うん、それから、まあ、皆さんもその時は作ったは作ったけど、それから広がる、はい、どうやったら広がっていくのだろうかと、あ、なんかそうやっていろんな救助の会がかちょうど今この憲法9条が危ない時にどうしたらいいんだろうってやっぱり同時に皆さん思ってらしたみたいなんです。でもそういうところに声かけた、ああそういうこといいねってなんか自分たちにもやれそうだしちょっと楽しくなるし、うん、で最初に署名活動をやってみたら、はい、やっぱりあの普段だったら9条憲法9条知ってますかって知りませんって言って帰られちゃうところが、そんな冷たい反応のところ多いですか。
そうですね。で、若い人なんてもう全然見向きもしなかったりするんですけど、うんうん、憲法9条にノーベル平和賞署名やってますって言うと、そのノーベル賞っていうのが響くんでしょうか、頭の中に。なんかみんな帰ろうとしてた人が振り向いて、で戻ってきてくださって面白いですねとか、こういう感じでこうやっぱりノーベル賞っていうのの偉大さですかね。すごく反応が違いましたね。竹内さん、37歳の高須さんはですね、はい、日頃、はい、別に政治的なこう行動してるとかいう運動してるとかそういう方ではないんですね。はい、運動家ではないです。ということは要するにその今の政治状況に非常になんか個人的に危機感を抱いてたと、はい、やむにやまれる、オーストラリアに留学してたんです。でその時に難民というか、はい、そういう人たちに会ってるんですね、うん、であとその食べていかれない飢餓というか、うん、そういう貧困とかそういう人たちと、うん、関わりを持つことになったんです、うん、だからその時に、あ、日本って平和なんだなって、うん、ご飯は食べられるし、うん、その難民なんていうのも自分たちには全然こうね関わりないというか、うん、そういう環境的にも日本って安全なんだって、あ、それって日本に憲法9条があって、うん、戦争をしないという状況で戦争しないから日本は平和なんだな、うん、そういう憲法を持ってない国の人たちは今でも戦争してて、うん、そこには住んでられなくて難民で違う国に逃げていかざるを得ない、そうするとやっぱりお金もねそんなに稼げないので食べられなくなるとか、うん、そういうことがこう彼女の中に思いとして残ってたんです、もともと。で結婚して子供を産んで自分の子供が可愛くて可愛くてしょうがなくて、その可愛い子供が戦争に行ったらどうしようとか、うん、戦争が起きたら大変だみたいな、うん、そういう感じで感覚で動いてたんですね。だから決してそういう政治活動とかそんなのしてなくて普通の主婦ですので、うん、もちろんクリスチャンですので、うん、平和に関してはそういうずっとの関心というか思いはあったんですけど、うん、そういうのがこうつながったというか、うん、はい。そして署名活動に進んでいったら、はい、どんなぐらい集まったんですか？はい、今日の時点で44万は超えてますので、はい、44万、はい、でもまだ今日に間に合わないんだけどとにかく送りましたっていう知らせなんかもあるので、お電話をくださってるんですよ。何筆送りましたのでよろしくお願いしますって、今日の時点でもまだそういうふうにお電話くださる方がいるので、はあ、もうまだまだ集まると思います。はあ、ラジオネームワクさんという方が、はい、くださってるんですが、この方は、私も個人的にもこのアイデアに賛同して署名にも参加してましたっていうふうに、はい、ありがとうございます、くださいました、はい、そして受賞しなくても、はい、憲法9条を盾に、はい、普通の一市民が平和をないがしろにするような力に異議申し立てをしたっていう意味は大きいと思いますっていうふうにくださったんですが、はいね、今回の意味ですね、その44万集まるという、はいはい、でまたなんか急にこう集まるスピードが早まった時期があるって聞いたんですけど、そうですね、4月の9日にノーベル委員会の方で確かに、はい、受理しましたって候補になりましたって言ってくださってノミネートされましたっていうのを連絡くださって、やっぱりそれでメディアの方もっていう感じでお声掛けくださいましたし、一般の方もやっぱりそれを聞いて、あ、そんな運動してんのいいねって言って署名が増えました。その後やっぱり7月の1日に今の安倍政権が、うん、随分勝手なことをしたので、その時点で、はい、閣議決定の時ですね、はい、7月1日、はいはい、やっぱりその時にもぐーんと伸びましたね。あ、そうですか。はい、そのやっぱり憲法解釈の変更ということ で、ね、はい、じゃあ、まあ、危機感を持たれた方が多い、ね、ということになるんでしょうかね、はい、スターク・ジェガンさんというラジオネームの方が今くださったのね、はい、竹内さん、はい、相模大野にお住まいってお話でしたけど、私は
相模大野じゃないんですけどね、座間市なんです。そうですか、お近くではあるんですかね。はい、はい、隣の駅なんで。なんかね、厚木基地のお近くじゃないんですか、はい、飛行機の騒音に悩まされている地区があのあたりにあると思うんですけど、はい、って、 その駐留米軍との関係での矛盾を感じられたっていうことはないですかって。ありますよ、はあ、あの山厚木基地は実際には大和市っていうところにあるんですね、はい、大和市と綾瀬市にあの隣接しているところにあるんですけど、あのちょうど大和から北側に行くのかな、飛行機が、うん、あの発着するときに通るルートの近いんですね。だからものすごい音がしますし、うん、あの厚木基地からあのどこかへ行くっていうような、それから横須賀に船が入ってて、その横須賀から訓練で出るあの飛行機が厚木基地に降りるとか、はい、あのそういうすごいあの騒音です。たまたま我が家の頭の上に来るときはあの数少ないんですけど、本当に厚木基地のそばにいらっしゃる方はもうあの年がら年中なので、そういうことも感じますね。これがね、安保でうんぬんって言われちゃうと、って日本人を守ってるの、それとも日本人をいじめてるのっていうようなところもありますよね。井原サイモンさんという方はね、はい、あの今回のことがどの程度会見の歯止めになるとお考えですか、はい、まあ、受賞してたらどうだったんでしょう、あるいは受賞しなくてもどうなんでしょう、この会見の歯止めへの影響についてどう思われます。署名だけでは多分あの大した歯止めにはならないと思うんですけど、うん、あのこの署名をしたことで皆さんあの憲法というものにあのすごく関心というか、はい、あの見直すというか、あの、まあ、あの各家庭でもご家庭でもお子さんとお父さんとかね、うん、そういう方と同士でこう憲法についてお話ししたんじゃないかと思うんです。あ、少なくてもあの私がこのラジオに出るようなことにもなるぐらい話題になるわけですから、はい、そうですね、それだけでもあの広がるというんでしょうかね、うん、そういう意味ではあの何しろただもう黙ってこっそり憲法を変えるなんていうのはとんでもないじゃないですか、うん、あの憲法を変えてほしくはないんだけど、変えるにしてもやっぱりきちっとみんなで話し合って、ここをこうやって変えよう、ここは残しておこうっていうのをきちっと話し合った上で、やっぱりきちっとしたあの国民投票をして変えていくっていうのが本来の筋なので、うん、あの解釈だけを変えてね、ごまかしながら変えていくっていうのはやっぱりあの良くないことだし、やっぱり憲法は国民のものですから、みんなでそうやって考えながらやっていかなくちゃいけないんじゃないでしょうかね。竹内さん、もうニュースでお聞きだと思うんですけど、はい、一昨日ですね、はい、日本とアメリカの防衛当局がですね、はい、日米ガイドラインということで、はい、中間報告をまとめてですね、はい、その中でアメリカへ の, この支援をする新しい法律をね、はい、作って日本の自衛隊が、はい、その地球規模でですね、はい、動けるような進歩を検討しているという、はい、情報が伝わってきたんですけども、はい、ますますなんかこう救助がないがしろにされてるような、はい、状況が、政治状況が強まってるんですけども、はい、これいかがお思いですか。私は、やっぱりアメリカがね、うん、日本に要求することって、まあ、要はお金を出せなさいっていうのは、うん、当然のことにのように思うんです、うん、アメリカとしては日本のためにやってんだから、うん、日本人がお金出すの当たり前だっていうような感覚でそれを言うと思うし、うん、それからあの同じ戦争をするんだったらやっぱり日本がお金を出したそのお金であのアメリカもいろんな戦争にお金を使ってるからあの日本が出したいってそういう要求が当然あると思うんですね、うん、そこはねやっぱりあの今そういうものにお金を使っていい状況ではないし、うん、あのやっぱりそこのところはちゃんと国が考えてやっぱりもう戦争にお金を使うっていうこと自体がもうアメリカも日本もそうですけどあの人類のもったいないと思いませんか。そうですね、もっとやっぱり考えなくちゃいけない食物食べるものとか環境のこととか、うん、そういうことにやっぱりお金を使ったり時間を使ったり能力を使ったりする方がいいと思うんですよ。今回ね竹内さんたちの思いにこう、はい、
私も署名しましたっていう方からいろいろリスナーの方がくださる、はい、私もびっくりしてるんですけど、はい、川の底からさんっていう人はね、はい、この方も署名したそうですけど、はい、九条がノーベル平和賞をもらった時の安倍総理のコメントをぜひ聞きたかったですっておっしゃっていたりですね、はい、私宗さんっていう方は番組冒頭でもご紹介しました下村文部大臣の記者会見の発言が、はいはいはい、なんだか怖いな、受賞したらそれを憲法を変えることに利用するっていうのはどういうことなんでしょうっておっしゃってるんですね。もう一度ご紹介すると、もし総理大臣が行くということなら、はい、まあ自分であったらばという仮定でおっしゃってるんですが、はい、それはありがたく受け取りながら、はい、しかしこれをベースにして日本はより良い憲法改正を目指しますという大臣の発言があったんですね。はい、私たちもね、もしも憲法9条のノーベル平和賞をというものが、ノーベル賞をもらって、もしも日本国民に、ね、ノーベル賞をあげるよって言った時に、一体誰がもらいに行くんだろう。まあ皆さんそこに関心を お持ちになったと思うんですね。で、片や安倍さんではダメだ、憲法を変えようとしてるんだからダメだっていう人、片や彼だったらもらいに行くだろうから、その代わり絶対に憲法は変えない、憲法を守るっていう、それから集団的自衛権のその閣議は破棄する、そういう約束をしてくれないと、もらいに行ってもらったら困るとか、そういう意見はたくさんありました。で、やっぱり平然と憲法を変えると言いながら、平然ともらいに行くであろう、それでは困るなと思ってました。やっぱり憲法9条で大事なのって、その戦争をしないっていうところですから、お互いにどこの国もこの憲法を持って戦争をやめたらいいんですよ。戦争をしないで、何か揉め事があったら話し合いでいかなくちゃいけないと思うんですよね。もう今戦争したら人類が破滅に向かっていきますのかな、まあ、今日でもこのね、この今回の活動で竹内さんの今おっしゃったようなメッセージが、はい、いろんなところに伝わったと、はい、いう効果が少なくとももうありますよね。はい、今日はですね、竹内康代さんにお話しいただきました。はい、憲法9条にノーベル平和賞実行委員会共同代表の竹内さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。これからも続けますのでよろしくお願いいたします。はい、失礼します。ありがとうございました。報道するラジオ、今日もう一つの特集テーマです。仙台原発再稼働、納得できないことだらけの住民説明会を直撃取材です。今日はですね、千葉武アナウンサーがまたスタジオに入ってくれました。千葉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福島第一原発事故の後、新しい規制基準の下で最初に再稼働されると見られているのが、鹿児島県にある九州電力仙台原発です。先月には仙台原発原発1号機2号機が新しい規制基準に適合していると原子力規制委員会が事実上の合格証を出しましたよね。この審査結果について昨日原子力規制委員会が周辺住民への最初の説明会を開きました。再稼働は地元の自治体の同意を得ることを前提にしていますので、この冬にも予定されている仙台原発の再稼働が大詰めを迎えているとも言えるわけです。説明会を直接取材しました千葉アナウンサー、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の夜説明会は行われたんですけれども、はい、私行ってまいりました。私の印象としてはですね、誰のための説明会だったのかなっていうような印象が強く残りました。誰のためだったのか、はい、それがどんな形だったのか今から説明していきますね。はい、仙台原発の住民説明会は昨日の夜7時から行われたんですけれども、再稼働に向けた地元手続きのこれが第1弾ということになります。はい、昨日は薩摩仙台市、仙台原発が建っている地元の自治体になりますけれども、その市内の仙台文化ホールというところで説明会がありました。はい、これはですね、座席の数が1000以上もある大きなホールなんですけれども、しかしながら申し込み者の数が多くて入れる人数が限られているということで、事前に抽選がされるくらい関心の高いものでした。はい、でこの会場でこの日に参加したかったのに抽選漏れで参加ができなくて別の日の別の会場に回されたという人もいたんですね。はい、そして始まる10分前にはもうホールの席は
いっぱいになっていました。では会場の様子をちょっと聞いてください。福島原発事故の教訓、それから海外を含めたさまざまな指摘を取り入れまして、1年弱かけて新しい基準を作ってまいりました。でその基準が、という感じで説明が行われたんですが、午後7時きっかりですね、午後7時ちょうどに説明会は始まりました。ホールのステージの右端に8人のスーツ姿の男性が座っていたんですけれども、これは国の原子力規制委員会の人ですね、うん、その中の安全規制管理官が、この安全規制管理官というのは平野さん、いわゆるお役に、いわゆるあの原子力規制庁の、あの事務局の方ですね。はい、そうです。なるほど。ね、はい、その安全規制管理官という人が、参加者に配られた資料に沿う形で説明を始めたんですね。はい、この資料というのはページ数にすると45ページありました。うん、で、それを読み上げながら説明するという形で、まず一方的に説明するという形で50分間ですね。50分間、説明は進んでいきました。その内容なんですけれども、新しい規制基準では、新しい規制基準は世界でも福島事故前に比べて厳しい基準であって、もしも重大な事故が起きた場合でも対処できる十分な対策を取り入れたということでして、まあそれを淡々と説明をしておりました。読み上げる形なんでしょ？そうですね、会場にですね、この資料がずっと投影されまして、その手元の資料で何ページのにこう書いてありますけれども、何ページにはこう書いてありますけれども、はい、というようなことを言いながら、説明をしたんですが、はい、仙台原発については7月に国の原子力規制委員会が1号機2号機について新しい安全基準に適合していると認めまして、実情の安全審査合格としておりますが、ではですね、管理官の説明の地震に対する備えの部分というのを聞いてください。発電所っていうのはそこに襲ってくる可能性のある地震に耐えないといけません。ではどのくらいの地震に耐えなければいけないかということでございますけれども、発電所を設計するために設定する地震の大きさを基準地震動というふうに呼んでいます。基準地震動というものはですね、仙台原発についてはもともと仙台原発を作った時にはですね、400ガルという大きさのものでした。ガルっていうのは地震の加速度なんですけれども、まあ、地震の大きさだと思ってもらっていいと思いますけれども、400ガルというもので設計をしていました。で今回の審査の結果、620ガルという大きさまで引き上がったということです。これはですね、要するに想定されている最大の地震の揺れの大きさについて、で原発を建設した当初、作った時には400ガルということで設定していたんですが、今回620ガルに引き上げたということなんですね、なので新しい規制基準に適合していることを確認したというふうに説明をしているんですが、620ガルってどんなもんなんですか？この620ですけれども、現在見つかったいない活断層を想定して設定されたものなんですね。いくら調査しても、まあ、見つからない断層っていうのも、まあ、あるだろうと。で、そういう断層で地震が起きた場合にも対応できるようにという考えからなんだそうですが、そこで日本全国で断層が見つかっていないにもかかわらず、実際に起こった地震の大きさというものから計算して、まあ、これぐらいだろうという想定を出したということなんですね。はい。しかしながら、その数字というのはあくまでこれまでに起きた地震の揺れの大きさということであって、はい、まあ、今後この数字を大幅に超える地震が起きる可能性というのもあるわけなんですけどね。だって想定外が実際あったんですから。そうですね。今回は想定の、ね、想定を変えたという話ですもんね。そう、まあ実際にあった数字をもう、そう考えるとこれぐらいということで、説明があったわけなんですけども、はい、ということで、こんな形でおよそ50分間、原子力規制委員会側が一方的に参加者に対して説明をしていたという状況で、まあ説明の結論としては、原子力規制委員会としては新規制基準に合っているということなので、
許可を出したということなんです。はい。そしてその後会場からの質疑応答ということで参加者の皆さんから質問を受け付けるということになったんですけども、この予定時間は30分しかないんですか。30分です。はい、一方的な説明が50分で、質疑応答の時間は30分ということです。で、早速会場ではたくさんの人が質問したいということで、はいはいと手を挙げていたんですが、それを司会者が当てて、いきます。では会場から出た質問とそれに対する答えを聞いてください。はい、福島の事故はなぜ起こったのか、そしてどうしてまだ事故の原因が分からず、汚水が垂れ流し、土壌もまだ完全に復活してないというのに、こうやって説明されますけれども、市民に対して、国民に対して説得力があるのかな、あるっていうのを思ってらっしゃるのかなっていうのをまずお聞きしたい、それだけなんですけれども。説得力を持つかどうかっていうのは、むしろもう皆さんの方で判断していただいて、もちろんその説得力ないだろうというご意見があるだろうということも承知をしております。ただ福島の教訓というのは、その事業者にとってもそうですけれども、我々にとっても大変な大きな教訓、それは当然ですけれども、あれだけの事故でございましたので、そこから我々がどういう教訓を汲み取ったかと、でそれによって新たにもうほとんど本当に新しく基準を作ったようなものですけれども、これを作り上げてそれに沿って審査をしてきた内容をご説明を申し上げたところです。はあ、説得力があると思ってるんですかって言われたら、いやまあないと思われるかもしれないけど、教訓を学んだんだと。そうです。教訓を生かした数字で説明しているということなんですが、この審査結果についての判断が出たの、審査書が正式決定されたのは9月の10日のことだったんですけれども、はい、また会場ではですね、こんな質問も出ていました。経験則でしか物言ってない、あなた方は。経験以外のことは災害にあるんですよ。福島やったって経験則で規則を作ったから、その経験則に基づいた規則に従ったから事故は起こない、ところが起こったでしょ。今規制委員会が許可をしたことに、事故が起こったらまた規制委員会を作ってまた作るんですか、その繰り返しですか。もうちょっとですね、襟を正してもらいたいですよ。おそらくそのどこまでこの自然現象であるとか人為事象というのを想定する必要があるんだろうかというご質問だと思います。おっしゃる通り、そのこれは安全確保そのものに通じるものですけれども、やっぱり絶対安全というものは到達はできないんだと思います。でこれはどうしてもその技術、科学技術を使っていく、あるいは我々が生きていく上でですね、必ず何らかのリスクっていうのは残っています。ただそのリスクをできるだけ下げていく努力を日々していると。で今回はその福島原発事故を踏まえて基準を大幅に引き上げて、そのリスクを大幅に引き下げるという努力をした結果が本日ご説明をさせていただいたものだということでございます。絶対な安全はないんだと、ええ、おっしゃったんですね。福島の教訓は生かしている、うん、生かしているんだけれども絶対安全はないと、うん、でリスクを下げる努力をしていくということの結果なんだということで、その結果が規制基準であるということなんですね。はあ、また会場からはですね、仙台原発における最大の地震動の想定を620ガルにしたけれども、うん、格納容器などの設備は今のままでその地震に持ちこたえられるんでしょうかという質問が、はい、出ておりました。それに対しては設備がどれくらいの力に持ちこたえられるのかというのは計算しないとわからないと。ほう、今説明している段階では詳しい計算はまだできていない。そうなんですか。はい、その状態で、許可を出していると。その状態で許可出てるんですか。はい、今後九州電力から計算書が出されるので、はそれを待って、
工事の計画を、それをもってですね、それをもって工事の計画を許可していくというプロセスになるとの答えがありました。どういう順序だっていうことですか、これ。つまり想定している最大の地震が起きた時に原発の設備が持ちこたえられるのかというのはまだわからな い, い、ね、計算してないからまだわからないんですね、はい、でも計算するためのデータがまだ九州電力から来てないんですよね。はい、なんですけども地震対策工事などはまだ行っていないということなんですけれども、それなのに、再稼働ということになるというのは、はあ、ちょっとね、そうなんですか、ね、おかしいかなという感じもするんですけれども、はあ、それなのに適合してるんですね、新しい基準には。そうですね、というところまではもう、はい、ということなんです、判断されてるんですね。はい、実は昨日の説明会なんですけれども、はい、これはね、あらかじめ申し込みをした薩摩川内市民に限って出席できるという形で説明会が行われたんですね。周辺の方たちだったら誰でも入れるというのではない。昨日に関してはもう薩摩川内市民だけということで、はい、出席者にあらかじめ条件が付けられていたわけです。で、さっき冒頭でもお話しましたけれども、事前に抽選があって、でその抽選で、入れるというふうに決まった人だけが集まるという状況だったわけなんですね。さらに司会者からはですね、質疑応答の時に、審査結果についてのみの質問を受け付けると。どういうことですか、それは。再稼働についてはテーマではないと。再稼働、原発の再稼働そのものをするべきかしないべきかという話は質問者がしてはいけないってことですね。そうです。だから司会者は会が始まる前からですね、会が始まる前から、はい、この説明会は新規制適合基準に関する説明会であって、うん、原子力防災計画や避難計画、原子力発電所の再稼働については議題ではありませんよということについて何度も事前アナウンスをしていたんですね。つまり避難計画というのは住民の方にとっても本当に、はい、大切なところで、はい、いざという時どう逃げるんだっていう話ですよね。そうです、そうです。で、それも含めて、うん、今のこの原発の状況で逃げられるのかどうかというような質問はできないという。そうです。ね、もう、水野さんが今ね、言われた通り、住民の方にとっては、事故が起きた時の避難計画だとか、国のエネルギー政策についてっていうのは大きな関心事になってるわけですけれども、それについて、国の原子力規制委員会は答えませんよと。もうそれは、自治体や、まあ、他の機関の仕事ということなので、あくまで審査に適合しているかどうかということについて、でのみ答えますというスタンスだったんですね。まあ主に技術的な話になりますよね、それはね。そうです ね、そういうことになってくると思うんですが、さらに質問については一人一問、はい、なるべく多くの人の質問を取るためにということで一人一問ということで限られていたと。答えに対して突っ込んだらあかんということですね。はい、はい、一方的に、はい、一問質問したら、答えてきてありがとうございましたという形になるということですね。はい、でしかもこの説明会なんですけれども、うん、場所を変えて5回行われる予定になっているんですけれども、一度参加した人はもう別の会場で参加するということはできない。その5回のうち出られるのは1回だけ。1回聞いてちょっと疑問があったから次別のところで参加してそこで質問をしようっていうのはできない。はあ、なんで？いや、できないっていうことなんです。できない。はい。これそもそも開いて、主催は鹿児島県でしょ。はい、そうです。はい。ね、それがそういう規制をするっておかしいですね。まさか住民側ですよね、鹿児島県は。はい。本来、住民に代わって問いただすのは、自治体のはずなんですよね。はい。それは自治体が規制してるというのはなんかおかしいですね。でも県としてはそういう規定で今回住民説明会を開いたということなんですが、しかもですね、ボイスレコーダーによる
録音とかですね、会場で住民の方がそのボイスレコーダーでどんなことを喋ってるのかっていうのを録音したりとか、うん、ビデオでその様子を撮影したりとか、そういったことっていうのは一切禁止です。ネット中継もできなかったみたいですね。そうなんです。インターネットで中継するように、繰り返し市民グループの方々が要請、ね、要請してたんですよ。で、うん、2000人以上の署名を添えて要請書を提出するという状況だったんですが、はい、鹿児島県は中継しないという方針を崩しませんで、で、録音録画できるのは報道機関だけということで。ということは申し込んだけど入れなかった人たちが、はい、リアルタイムでネット中継見ることもできないし、はい、後で録音や録画でちゃんとね、説明を聞くってこともできなくなりますよね。そうですね。県内にあるコミ、市内にあるコミュニティセンターでは中継を、映してたりとかっていうことがあったらしいですけれども、鹿児島県外の人がリアルタイムで例えば見たいっていう時にはできるという状況ではなかったんですよね。はあ、なるほど。はい、そういう中で質問を、まあ、取って進められていったんですけれども、司会者がですね、質問はあと2人ですというふうに言った後には、実はこんな質問も出ました。うん、今日のこの説明会の目的は何なんでしょう。と言いますのが、私は挙式の方を申し込んでおりましたが、何も言ってきませんので、県庁に電話を入れました。そうすると県庁曰く、お一人様一回限りですと、どっかのお店の抽選会みたいなことをおっしゃるわけです。くしの会場はいっぱい空いてますし、他の会場も空いてるわけで、一生懸命その説明を理解しようと思えば、入れてやるべきじゃないでしょうか。ましてや、聞き逃したこともあったりするわけですから、ボイスレコーダーなんかも使いたいのに、それも使わせない。そして、質問しようと思ったらお一人様一個とか、またお一人様一個出てくるわけですよ。一体この住民説明会の目的は何なのか、お一人様一個。どうなんですか、何なんですかそれは、とおっしゃってるわけだ。はい、なので、で、この人もうあと二人ですって言われた、って当てられてますから、この人の質問があった後ですね、実は会場からもういっぱい手が上がって、もう話をさせてくれよっていうような声も上がってるような状況だったんですね。はい。それで、今の方の後にもう一方、お話をして、最後の質問をしまして、まあ、これが二人、あと二人ですっていうふうに限られてましたからね、うん、その人が最後の質問になると思っていたんですが、なぜか改めて最後の質問を取りますということで、三人目の質問があったんですよ。改めて最後の質問を。はい、で、当てられた人は、自分は原子力の推進の立場であるというふうに前置きした上で、今日の説明会で疑問がなくなりましたと、ありがとうございますということで、手元のメモか原稿を見ながら発言をしていたというのがありましたね。一体どういうことになってるのかと皆さん思われるでしょうね。なんでメモを見て、いや、これで今日の説明会で全部疑問消えましたとおっしゃってるのか、そりゃ、はい、どういうことかと。はい、ねえ。で、これが最後の質問になりまして、まだ会場では質問したいということでいっぱい手が上がっているのにもかかわらず、午後8時55分、予定時間はやっぱりちょっと超過したんですけれども、午後8時55分に司会者が会を終わらせてしまったという状況でした。はい、説明会に参加した人の声を聞いてください。いかがですか、参加されてみて。今日すごく良かったです。もうすごくよく分かって、このままじゃ仙台の町も滅びてしまうからね、ぜひ九州電力さんに頑張っていただいて、はい、一日も早い再稼働お願いしたいです。やっぱり今の状態だと、はい、もうなめなめシャッター街ばっかりですよ、ここら辺。不安なことはないですか。私はないです。内容は大体言わんとするところはね、分かりました。基準については新しい基準、まあ、クリアすることで、いいんじゃないの。相当高いレベルの基準を設定したんじゃないの。さあ、その再稼働については不安っていうのはないというわけじゃないけど、ないようにしてもらいたいよね。納得いかなかったんです、ちょっと聞いてて。もうただこの資料をベラ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 お話しされるだけでよくわからなかったです。なんかもう再稼働が決まってやってるみたい。説明事項以外は質問するなって言ったのが気にこなかったです。本当はどういうところを聞きたかったですか。本当はね、核廃棄物ゴミのね、危険性、そういうことについて聞きたかったですね。それから住民投票、再稼働の住民投票、市民の意見を聞くためには絶対住民投票は必要だと思うの。
新しい新規制基準に対して仙台原発が適合しているかどうかっていうことについての説明ということだけであって、まあ、住民が不安に思っていることについて話を聞く場ではなかったっていう、この新しい基準で福島で起きたような事故が防げるのかどうかとか、本当に安全に避難できるのかどうかですね、その辺など聞きたかったと思います。特にこの点について気になったっていう点はありますか？責任の所在のはっきり、誰も責任取らない、首相は、まあ、国が責任取るって言ってるけど、国民の税金ですよ結局は。福島にもね、いっぱい税金を投入してるわけやから、だから私としては責任の所在のはっきりさせてほしいという、それだけです。今日どちらからいらっしゃったんですか？市内です。他に行くぐらいしかないんですよ、あの原子力から。だからいつも心配ですね、これからね、後の子供たち孫たちに覚悟を考えましたらですね、もうなんか心配さまりませんですよ。ということで、参加した方々の思いはこんな感じだったんですけれども、実は昨日の説明会には鹿児島県知事も参加していたということで、はい、知事は原子力規制庁からは重大事故防止の対策や発生を想定した対策など仙台原発にかかる新規制適合性審査の結果について説明がなされたと理解をしていると。残る4つの会場についても同様の説明をお願いしたいということを、この説明会が終わった後に知事コメントとして出しております。つまり、まあ、昨日の説明で良かったですというのが鹿児島県知事の立場ですよね。そうです、説明がなされたと。闇夜のカラスさんという方は今くださって、聞いてたら説明したという形だけですよねってくださいましたけど、ね、鹿児島県知事とは違うお考えですね。実は鹿児島県知事はですね、再稼働に関する同意で判断を下すという自治体について、立地自治体である鹿児島県と、薩摩仙台市で十分という考えを示しているんですよ。から、これから説明会が行われていく市木串木野市、これは薩摩仙台市の隣にあって原発から30キロ圏内に位置するんですけれども、この市木串木野市やその隣の日置市の議会ではですね、再稼働の条件となる地元同意にそれぞれの市を加えるよう求める、鹿児島県知事宛ての意見書案が可決されたりしてるんですけれども、地元の同意っていうところの地元の中にうちも入れろよと。そうです、入れてくれ。だって30キロ圏内じゃないかと、はい、いざという時に逃げるその計画を作らされてるとこやないかってことですよね。そうです、はい、もう当事者じゃないかということなんですけれども、ということを鹿児島県知事宛に言ってらっしゃるんだけど、はい、今は再稼働について2つの市の同意は必要ないというふうにされているという状況なんですね、はい、そんな状況の中で、鹿児島県知事はこうコメントしているということで、で、昨日の住民説明会では、会が終わった後に、実は理解度を調べるためということでアンケート用紙が配られているんですね、はい、で、もしそのアンケートで、不十分だという意見が出れば、例えば理解できなかった項目はどれですかというので、地震対策、津波対策とか火山対策とかそういうのを選べっていうアンケートなんですけれども、それで不十分だという意見が出れば追加の説明会も検討すると伝えられているんですが、まあ果たしてどうなんでしょうかね。でもそのアンケートって、例えば再稼働を賛成か反対かっていうアンケートではないんですよね。今日の住民に対する説明会でどうでしたかって。そうです、そうです。理解できなかった項目は地震対策ですか、うん、津波対策ですか、閉じ込めるための対策ですかっていうアンケートですので、うん、まあ、この住民説明会をもって地元自治体の同意が得られたということを言えるのかなっていう感じなんですけど ね。最初に千葉さんが言った誰のための説明会だったのかというところですね。何のための説明会という疑問がね、ますます強まりましたね。二代目道之助さんって方がくださいました。一番最悪の時の計算してないんですか、まだと。はぁと。それで動かしたら飽きませんやんかと。いざという時に想定外という言葉でまた逃げるんでしょうか。こういうご意見、ご感想をいただきました。千葉武史アナウンサーの報告でした。
報道するラジオ、今日の二つの特集にいろんなご感想いただきましてね、はい、平野さん、はい、松村明さんって方は、私は平和憲法がノーベル平和賞を受賞したかしないかより最有力候補まで上り詰めたということで十分価値あったと思いますよと。そうですね、まあ世界にその存在を発信できた意義は大きいですよね。でちょうどまあ来年あの戦後70年ということで、はい、まあ日本の国が戦争せずにですね、これだけまあ発展してき、た一つの大きな要因としては、やっぱりこう憲法9条によって、戦争をしない国に、保ってこれたということがやっぱり大きいだと思うんですよね。だからそのことが今危機に瀕していると。先ほどちょっと質問しましたけど、国会でもですね、日米ガイドラインの、はい、日米、当局のですね、世界規模の対米支援ということがこっそり盛り込まれようとしているときに何も審議してないね、国会の無力さっていうんですかね、この辺にこう我々はやっぱりもっと怒りを向けるべきだと思うんですよね。なんか内輪の話とかね、内輪のようだとか、なんかそんな話もありますけど、そうですね、本当に今自衛隊が地球上のどこにでも、うん、それも平時も戦時ももうどっからどこまでか切れ目ないような形で動けるというふうに法律を変えようとしてるんだけど、だけどいろんな選挙がこれからあるから、具体的には後でっていう話に、全部 先送りですよね。来年の統一地方選挙までそのできるだけこう争点を表に出さないという、こういうその今の内閣の姿勢ですよね。でもだからといってそれを国会で今ちゃんとやらなかったら、野党のだらしなさもまた際立ちますね。チャーブカホチさんは、日本って民主国家やったんですよね。そうですね、本当に見るべき問題はちゃんとあるんですけれどもね。報道するラジオ、皆様のご感想ありがとうございました。